受験生の皆さん、毎日お勉強お疲れ様です。本番は実力以上の力が発揮できるよう応援しております。ファイト。受験生の皆さん、こんにちは。ウェザーニュースキャスターの大島里奈です。私が受験した日はかなり寒かったことを覚えています。空気が下から冷たい空気が入ってくるので、足元を暖かくして受験会場を向かうようにしてください。頑張ったことはですね、必ず未来で役に立ちます。最後まで悔いのないように全力を尽くしてください。頑張ってね。週末はいよいよですね。朝晩を中心に冷え込みますので、温かいお味噌汁を飲んで体を温めてください。自分を信じて、今までやってきたことを信じて取り組んでください。応援しています。受験生の皆さん、毎日お疲れ様です。私は当時センター試験の直前は理科系社会系の科目を中心にひたすら過去問予想問題を解きまくり、1日1冊ノートを使い切っていました。直前に見たその問題が出るかもしれません。体調に気をつけて最後まで諦めず頑張れ。